しびれだ。南波、仕事場から直接来たのか。ああ、ウィキエンキリを立ちっぱなしだよ。その分ビールがうめえ。マスター、ビールおかわり全員分ね。サラリーマンが板についてきたね。サッチョンの方はどうなんだ。店の方は正直景気は悪いね。細々と、まあなんとかやれてるって感じかな。そっか。でも野々宮の忘れがたみみたいなもんだからね、あの店は。きっと横浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから、あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。いいけど、ぼったくらねえでくれよ。人聞き悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。お、マスター、ありがとう。久々に会ったんだ。申し訳。今日はガンガン飲もうぜ。そんな張り切ってお前、潰れんなよ。よっしゃ、じゃあ改めて乾杯。乾杯。乾杯。今日、蝶たちはやっぱり来ねえって。ええ、半純義もな。だよ、付き合い悪いな。せっかく半年ぶりに飲もうってのによ。気使ってくれてんだよ。自分たちはあくまで裏社会の人間だから、いつまでも関わっちゃいけねえってさ。ちょっと寂しいけどね。まあな、でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界で真っ当に生きようと思うんなら、なおさらな。何、別に根性の別れってわけじゃねえ。頼りのないのはいい頼りってやつだ。だな。で、お前らはその後どうなんだ。荒川真澄の置き土産は順調なのか。まあ先の長い話だけどな、コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。まったくだ、うちみてえな弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、ほんと面目で。冗談だよ、春日はよくやってる。一文の得にもなりゃしねえってのによ。変わんねえな、お前は。そうだね、そういうのかっこいいって思うよ。そうか。うん、ちょっとお手洗い。マスター、お手洗い借りるね。で、さっちゃんとはその後どうなんだよ。え？え？デートの一つくらいはしたのか。な、何言ってんだよ。ああ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな、このヘタレが。ちょっと待ってって、何言って。カスガ、お前さっちゃんに惚れてんだろ。いや、それは、その…隠してたつもりか。バレバレなんだよ。こっちがこれまでどんだけ気使ってたと思ってんだ。そうだったの。まあ、あんなことは気にすんなって。それよりも、動くんなら今なんじゃねえか、先生。お互い、散った生活も落ち着いただろうしな。そういうことを考える余裕も出てきたろう。いやでも、んなうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか。さっちゃんには太客もいるだろうしよ。お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。でも俺そういうのからっきしでどうしたらいいか。こんな有様佐々木には見せらんねえな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。今度二人で遊びに行かねえかとか、最初はそんなんでいいから。お、さすが足立さん、
百戦錬磨。なに足立さん、また悪い遊びしてんの？まあな。あ、そうださっちゃん、この前よ